今まで知ってるバーサダイルショーツではない。ただ丈が長くなったわけじゃないんですよ。パタゴニアのバギーズの方が似合う人が多いんじゃないかなと。はい、本日ですねこちらバーサミッドパンツをご紹介していきたいなと思います。ということで、バーサダイルショーツというのはですね、もう毎年夏になったら人気で皆さんよく買ってますよね。僕はよく買ってくださいって言ってます。買っていただくことによって僕に何か、お金が入ったりノーセースから案件がいただくことは一切ないんですけども、ずっと買ってください買ってくださいって言ってると思うんですけど、それぐらい、まあ、夏になったらめっちゃ活躍しますよと。でそれのミッドバージョンだからショーツっていうちょっと丈短いなっていうのがあったんですよ。だから女子に聞いたアンケートでもノースフェイスの、バーサタイルショーツがちょっと微妙っていう女子いてたんですよ。おいおいおいそんなこと言うなよと思ったんやけども、このバーサタイルミッド、を使うことによって女子からの評判も良くなるんじゃないかということで、今回ポチ入れさせていただきました。でまずはですねもう早速履いていきたいなと思いますので、こちら、L サイズで着用します。今履いてるのがですね、僕の紙ショーツというね、和紙で作ったショーツなんですけど、そこから履いていきますね。はい、という感じで履いてみました。やっぱりちょっと長いですね。今まで知ってるバーサダイルショーツではない、新しいショーツって言ってもいいぐらいちょっと雰囲気違うんちゃいます。なんかこう長い大人が履くためには確かにちょうどいい感じかもしれないんですけども、こちら L サイズで着用させていただいております。でね、僕の今この手元にバーサダイルのショーツがあるんですよ。短い方で、これも全くサイズは一緒かな。これも L ですね。だからちょうど LL で履き比べができますけども、その前にですね、まずはバーサダイルミッドのお値段ですね、これが7700円というところで、ついでにねショーツの方を見ときましょう。バーサタイルショーツが6380円なんか、あれ出てないのかな、ちょっとわからないんですけども、昨年買った時は6000円台ぐらいやったんで、まあ、1000円ぐらい高いかなと思うんですが、ちょっと今パッてサイト見た感じではちょっとわかりません。ここ今下に出てると思いますけども、サイト見た段階ではバーサタイルミッドしかないんですよ。ショーツがなくなってこっち行ったんかな、それともどっちも出てるのかな、ちょっとわからないんですけども、そんな感じでバーサタイルミッド履いております。でね、一応ただ丈が長くなったわけじゃないんですよ。で全体的にちょっと大きなってるんですよね。だから丈も長なってるけども、この腰周りのヒップっていうかとかも大きなってるし、まあ、一番分かりやすいのはこの丈感が、6センチかな、同じサイズ L から L で、ショーツは L、 こっちのミッドも L ってなっても6センチ長くなってるので、だいぶね雰囲気は変わってるかなと思います。でこのままね、同じウエスト位置でバーサダイルショーツ履きますね。ショーツ履いたらどれぐらいになるか、ほらね皆さんどうです、ここで好き嫌い出てきたでしょ。ああ俺あっちの方が良かったな、いや俺こっちの方がいいなって多分皆さん言ってくれてると思うんですけども、そうなんですよ、結構変わってるんですよ。で全く同じサイズなんやけども、確かに見え方だいぶ違いますねっていうことなんで、どうでしょうか。僕もちょっと今カメラのモニターでしか見えてないからはっきり分かってないんですけども、印象は異なってくるかなと思います。まあ僕の個人的なイメージとしては、このミッド長い方に関してはちょっとおじさん臭さもあるけども、安心して履けるのはこっちかなと。でバーサダイルショーツの方がどっちかって言ったらスタイルとかも出していけるし、スタイルがもしいいんやったらこっちの方がいいかもしれないですけども、まあ、ただこのいつも言ってるけど隙間からのお稲荷さんね、それ考えた時にちょっとお稲荷さんがちょっと見えたらね、それは小学校1年生でお稲荷さん見えてるのとわけが違うから、まあ、どうなんかなっていうところありますけども、まあ、これぐらい違うんだよと。でね、他のブランドでも例えばパタゴニアのバギーズショーツってありますよね。これとどれぐらい違うんかなって、ウエストの位置合わせてちょっと見てみましょう。ウエストの位置を合わせた状態で丈感がどれぐらい変わってくるかっていうことなんですけども、どうですかね、これぐらい違うので結構違いますよね。長さで言うと 4,5 センチ違うのかな。バギーズロングもでも一回見てみましょうか。ロングでまた似たような色なんですよ。パタゴニアのベージュ、ノースフェイスのベージュ似たような色してるんやけども、この丈感もパタゴニアのバギーズロングより長いですね。だからこれもはやバーサミッドというよりかバーサロングでございます。ノースフェイスさん、もしよければね、名前の方で変更していただいてバーサロングって言った方が、ミッドって聞くとあロングまでいかんかったからちょっとだけ長くしたんかなと思ったけど、相当長くしてるよこれはね。6センチまで長くしてますということで、ちょっともう一回これ戻します。はい、やっぱりちょっと長いですね。まあ、安心はできます。非常に安心した感じで、履けたりはできるんですけども、この丈微妙ですね。需要あるかって言われたらちょっと微妙な気はせんでもあるないけども、まあまあ特定の人にはあるでしょう。でこのままバギーズロング履きます、ね、パタゴニアのバギーズロング1回履きます。こっちのバギーズロングの方が多分短いと思いますけど1回履きましょう。はい、といかがでしょうか。ちなみにこれバギーズロングは、S サイズで履いてます。ただまあバギーズの S はねもう日本サイズの M とか L とかぐらいあるのであれなんですけど、どうですかね、バギーズロングの方がやっぱちょっと短い
ですね、膝小僧がっつり出てくる。さっきそこまで出てなかったんで、今回革新的なんちゃいます？ノースフェイスのショーツで結構長め出てきたなっていうところで、ショーツどうなんかなって、人気どうなんかなっていうところありますけどもね。そのことでね、今回このバーサタイルビット、紹介させていただいたんですけども、まあ、機能面とかはもう一緒です。もう素材とかも全く一緒やから、別に特に何っていう新しい性能とかもないし、旅行とかにも持っていけるし、水陸両用やし、特に何が違うのって言われたら特に何も違いはないんですけども、僕個人的に思うこととしては、ナスになったら出ますよね、バーサタイル問題とバーギーズ問題、どっちに僕行ったらいいんですかと。要はもうパタゴニアに寝返った方がいいんですか、それともノースフェイスと一緒に進駐した方がいいんですか、どっちがいいんですかっていうお声いただくんですけども、まあ、これはもうカラーで見ていきましょう。カラーで見た時にね、ノースは基本的にくすんでおります。だからくすむっていうことは基本的に言うとおじいさんみたいになります。年いったように見える。で、年いったように見えちゃうので、どうしてもやっぱこうバギーズショーツの方が若々しい雰囲気とかね、若い子だったらなおさらこっちの方がパーってはまるし、大人でもおじさんがこれ履いたらほんまおじいさんになってくるんやけども、こっちやったらまだ若々しく、まあ、ここまでちょっと飛んでる色はあれやけども、他の色とかやったらねいいかなと思うんですが、ノースフェイスの夏の色はね少し渋いんですよね。シミねっていうのがねノースフェイスになってるので、それがいいっていう方はねいいかもしれないですけども、こういうちょっと濁った色っていうのは実はね、日本人男性でもね 20% も言えないんですよ、こういうのが似合う人って。でね、春夏秋冬っていう4シーズンにカラーは分かれるんだけども、一番最も日本人が少ないカラーっていうのが秋なんですよ。秋のオータムっていうのが似合う人は一番少ないんですけども、これ完全オータムの色なんですよ。で、まあ、ちなみにそれは以前から言ってるんですけど、木村拓哉さんもオータムですよね。で、まあ、ちなみに僕もオータムっていうことで、キムタク軍団に一応入らせていただいてるんですけども、日本人で最も多いのは夏なんですよ。サマーが一番多いので、こういうくすんだ色っていうのはね秋しかないんですよ。だからちょっとやめた方がいいかなと。誰でも似合うって言われたらパタゴニアのバギーズの方が似合う人が多いんじゃないかなというふうに思いますので、タクゾーマン似合ってたんちゃうって、もしね言っていただける方いたら非常にありがたいんですけども、僕は完全これオータムやから僕の色なんですよね。自分が似合う色やからこれ買ってるんですけど、まあ、色味だけで考えたら、パタゴニアの方がいいかなと思ったりもするんですけどもね。ただ僕いつもねライナーが邪魔くさいってずっと言ってるんですよ。このライナーいらんから、もうライナーとか履かんでしょ、いらんでしょと。ノーパンで履きますって、ノーパンで履くやったらライナーいるけども、ノーパン僕ちゃんとパンツ履きますよっていう方はもうバーサでいいんですよって僕は適当なこと言ったりしてるんですけども、履き心地、履いてる本人はバーサの方がいいと思います。ただ見た目的に言うとバギーズの方が合いやすい人が多いんちゃうかなと思ったりしたんでね、まあ結果どっちなんて言われたらわからんっていうのが正解になってますので、今日はそんなところで終わりたいなということで、本日はですねバーサタイルミットを紹介してみた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。